岡山県立図書館は、岡山県岡山市北区丸の内2丁目にある岡山県の中央図書館。1999年3月に閉校した岡山市立丸の内中学校の校舎跡地に建設され、2004年9月に開館された。総合サービス、人文科学、児童、郷土、自然科学、社会科学の6部門に分かれた専門知識を持った。 職員34人が専門性を高めることで緻密で専門的なレファレンスサービスの充実し利用客からの問い合わせや相談に対応している。2013年度で児童向けは約136,300冊で毎週末に児童書、コーナー、子供の本の部屋で絵本の読み聞かせ会なども開催している。 約1000冊の録音図書を揃え、携帯音楽プレイヤーをつけて、視覚障害者などへの録音図書の郵送貸し出しをするなど、ユニバーサルサービスとしての障害者対応にも取り組んでいる。インターネットから書籍の検索及び貸し出しの予約をすることができる。その際は直接県立図書館へ行かなくても、近くの公共図書館から書籍の貸し出しと返却を行うことが可能である。 他にも岡山県内の他の図書館の書籍を検索できる横断検索システムやデジタル岡山大百科などの運営も行っている。こうした対応などが走行して日本でも屈指の貸し出し率を誇っており日本図書館協会の調べによると2005年から2014年度の入館者数及び個人貸し出し数は10年連続で都道府県立図書館の中で全国トップである。 特に2006年から2009年度は全国都道府県立図書館で唯一100万人を超える入館者数を記録している。休日には入り口から近くの道路に車の行列ができるほどの大盛況である。なお、市町村立図書館を加えた公共図書館全体で比較した場合は全国トップではない。1階の休憩、喫茶コーナー、2階多目的ホールとサークル、 活動室には公衆無線 LAN のアクセスポイントが設置されている。駐車場はかつては無料であったが、県財性の悪化に伴い2010年9月1日から有料化された。ありがとうございます。